さあセカンドステージ第1節ガンバ大阪戦。さあ8月になりまして、 G ダック三橋、新庄ですね、めっちゃスタミナいってるけど、この辺の新人君が入ってきましたので、ちょっとねスタミナいじっていきたいと思います。 G ダックスタメン、エウレルベンチで、石川今日はスタメンだろで、三橋使っていこう。三橋、まあ、新基地残し、エウレル、まさかのエウレルベンチだな、コートで、前園、石田、ちょっと新勢がな、スタミナ上がるまでちょっと待っとくか。で、柱谷、石塚、高木、菊池入れとくかどうするか。まあ入れとくか。こんなんでいくか。待てよ。ただ石田は結構あれだろ。石田スタミナ減る。石田のところに石塚でしょ。で、ヒックス、エウレル。で、まあ2枚のフォワード。まあ数のところに高木拓也。まあ、こんなんでいくか。で、ディフェンダーは柱谷入れる。で、いいでしょう。行きましょう。いやー、ベンチ入り。マジか、ベンチ入りも3人で。うわ、エウレルからの卒業か、これ、がっつり。がっつりエウレルからの卒業だな、これ。まさか先に外れるのはエウレルだったか。まあ、しゃあなしだな。三橋、エンリケ、石川京、中村忠、林、モアシール、石田、北沢、ギックス、前園、三浦。さあ初加入組がどうなるか見てみましょう。相手は3バック。そうか、外国籍ベンチ入り3人、同時出場3人か。ベンチ入りもうちょい人数稼げるかと思ったけど違うんだな。さあ数いいぞ。さあ幸先よく1点取りましたが、ちなみにファーストステージは14勝2敗でした。2敗しちゃいましたが、まあ優勝は揺るがなかったという感じですね。 G ダック抜け出すが、いや変わらんか、やっぱり決定力あれかな。でもエウレルと G ダックの決定力は B 同士だったっけな、そんな変わんなかったっけな。その他のスペックはまあギックスの方が上だとは思うんですけど、まあ伸びしろ含めて決められていく。荒岩に、おい三橋頼むぞ。17歳、新人、高卒新人。三橋は荷が重いのか、やはり三ハニーじゃ。外していく。まあでもちょっと入れ替えていかないとな。正直菊池も30歳だしね。まあ、来年はちょっとディフェンダー取りたいね、外国籍の。ちょっと待ってくださいよ、押されてませんか。洗い場まず決めないでね。そんな決めちゃダメだぞ、さすがに。おい、なんか洗い場が無双してんな。頼む、ギグス、独走体制入った、独走体制入った。うわー、何やってんな、何してんだよ。おいおい、エブボマーくらい止めろ。アップね、ちょっと、うわこれはまずい。アップね、ちょっと押されてんな。質はうちの方が圧倒的に高いはずなんだが、なぜかファーストステージも2敗食らったんだよな。オッケー、ナイスゾノ、それでいいんだよゾノ。さああとはクリアしちゃっていいぞ、もう時間ないんだから。おい、いけ、いやマジでセンターフォワード一番決めない説だな。センターフォワード一番決めない説。さあ後半開始。ギックスの初ゴール見れないか。さあゾノかわして、ギグス決めていく、ナイスゴール。よしよしよし、まあこれで平気でしょ、さすがに平気でしょ。まあ、この辺間違えた、この辺ちょっと交代も視野でちょっと攻め込まれてきたら交代も視野でいこう。いやー決めないね、相変わらず PK、相変わらず PK 決めへんな。この辺押し返していけ、あまあこの辺で一回交代しよう。よしよしよし、まあいいでしょう。そのクリア方向に納得できないけどな、いつもクリア方向に納得できないし、無理やり出さなくてもいいんだけどな。さあ中村と林谷で、石田のところに CCCB、 まあ石塚か、さすがに。まあギグスのスタミナ持ちそうだな。 OK、 さ
さあ行こう、さあ行こうぜ、跳ね返せよ、いいよ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 、そのギグスのくさびのパスからいいカウンター決まったんちゃうか。おいギグス、ギグス何やってんの、何してんねん、いえーマジかよ、それ決まんのかよ、ちょっとキーパーの三橋がゴミなのか、さすがに簡単に決められすぎる。よしよしよし、単独突破、ナイスナイス、あちょっと失点がな、見ていかれたか、そんないかれるか、さあゾノ、さあゾノ、うん惜しいね、さあどうなってる、拾え拾え拾え、ナイスにするか、うーんそこちゃんとつなぎほしいね、カズカズカズミラカズカズミラカズ、惜しい、ちょっとカズついてこれなくなってるかな、怪しいけど、おいえいえ、結局ハットトリックじゃないか、デビュー戦結局ハットか、さすがやはりギグスは質が違うか、前半はちょっとやっぱり新チームにフィットを変えていたが、さあ2失点してしまいましたが6対2で勝利、6対2の好発進、コンサドーレが4対1で2位につけている、ベルマーレは4対2で3位につけていますと、そしてそして個人スタッツがギグス君がカズ、ゾノ、ギグス、ゾノ、ギグス、ギグス、ギグスのハットトリックでスタートです。